な柿の種。どれだけ食べてもゼロカロリー。牛タンすり鍋ずんだ餅。Everything is no calorie. Marvelous, marvelous. ジムに通って汗かいて正三角形じゃない物の逆三角形。渡されたのはもう肌割り剣。疲労は何もなかった。 Yeah, nothing。 思いがけずハンバーガーシャン。 Yeah, 興奮してきたな。ドーナツカステラ柿の種。 Marvelous, marvelous。 どれだけ食べてもゼロカロリー。ずんだ餅。曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。いや俺はヘッドホンがベタベタするな。お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。ダメだ。頼むからくれよ、ピロシキの方。やめとけ、ベトベトするぞ。いいからよこせって。やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。どういうことだ。説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。なんだって？ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。そんな夢のような話があるのか。甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。じゃあ何を食べてもいいのか。さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。ちょっと何言ってるかわからないな。何がわかんない。ドーナツカステラ柿の種。どれだけ食べてもゼロカロリー。牛タンすり鍋ずんだ餅。この曲歌えばゼロカロリー。ラーメン焼肉ハンバーグ。とんかつすき焼き油揚げ。牛タンすり鍋ずんだ餅。この曲歌えばゼロカロリー。もういいぜ。